皆さん、こんにちは。リノアです。本日は、こちら、ヘブンバーンズレッドというゲームをやっていきたいなと思います。こちらはですね、最近リリースされたソシャゲなんですけども、イラストがとっても綺麗で、ストーリーがね、なかなか個性的なキャラクターが出てきて面白い、ゲームとなっております。主題歌がね、柳凪さんでね、私、柳凪さんすごく好きなので、すごく楽しく、プレイしているんですけど、今のところね、フレンド機能とかはないんですけど、今後もしフレンド機能とかあったらね、ぜひぜひお友達になっていただけたらなと思っております。で、今日何やっていくかと言いますと、ガチャがですね、増えましてですね、100万ダウンロード SS 確定ガチャとか今、第31A、舞台とかね、プライピックアップガチャとかも来てるんですけども、ね、リリースガチャもね、来てますね。S1 体確定チケット、こちらですね、先ほどチケットをいただきましたので、こちらを引いていきたいなと思います。で、こちらなんですけれども、いつもヘブンバーンズレッドご利用ありがとうございます。2月14日11時から2月、あ、2022年3月14日月曜日10時59分まで、引ける期間限定の、S1 体確定のスカウトチケットガチャとなっております。10連目は S 以上のスタイルが確定で出現します。こちら3月14日までのチケットなので、お早めに回してください。こちらが提供割合でございます。ルカとかユキとかめぐみとかね、つかさちゃんとかカレンちゃん、たまちゃんとかね、結構皆さん SS が出るようになっております。こんな感じで、結構ね、A まであります。SS から SA までありますね。で、A も結構です。10連目のスタイル提供割合がこちら 0.231%。こんな感じですね。所持しているスタイルが出現した場合は、そのスタイル専用のピースに変わります。ピースは直接持ち物に送られます。ということです。で、ちょっとね、私すでに進めてましてですね、結構ね。プレイヤーレベルが4ってことになってるんですけど、ちょっとこれデフォルトに戻しますとですね。今これだけスタイル。スタイルっていうのはキャラクターの、一覧というか、名前というか、名称という感じですかね。な感じでいます。はい、この子がね、主人公のルカちゃんなんですけどね、私ね、今一番気に入ってるのは、あ、こっちの、SS のたまちゃんですね。たまちゃん気に入ってるんですけど、持ってないスタイルをできたら出したいということで、ガチャの方をやっていきます。ちなみにですね、1日1回無料ガチャっていうのも2月22日の3、23時59分までやってますので、こちらも毎日引いてます。1日1回無料で毎朝4時にリセットで、今日引くのがこちらのスタイルガチャの方チケット10連やってきます。イエーイ、ありがとうございます。お姉さん、よーし、行くぞ。お？ん？ S2 枚か、これ。派手なの行くから、あとは頼んだぜ。おー、ゆきちゃん、やったー。 SS が2枚か、これ。お、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 やったー、マリちゃんも、やったね。 SS2 枚だ、やったー、めっちゃ嬉しい。でも割れるかもしれないからね。はじめまして、黒沢マキちゃん。あー、はじめましてだ、四つ葉ちゃんだ。
わ、割れた、割れた、嬉しい。大島兄弟の姉妹というか、ありがとうございます。あ、ルカちゃんね、ルカちゃんはもう持ってますね。この子も持ってたな。あ、はじめまして。あ、山は貴様だ。ストーリーわかってる方はもうあれだと思うんですけどね。葵エリカさん、あ、おいで、おいで、Sの、あ、倉さとみちゃんだ。私ね、一番最初の見た目この子がいいかなと思ったんですけど、ね、まあ、たまちゃんと同じくらい倉さとみちゃん好きなんで、倉さとみちゃんの SS 欲しいなと思ったんですけど、まだ実装されてません。ということで、SS2 枚の S2 枚で映画 2C6 枚でございました。ゆきちゃんとまりちゃん、やったー。うちは 31F の黒沢真希っちゅうもんじゃ。広島暴走連合ヴィーナスナイツの2代目総長しとる。気合に関しちゃ誰にも負けん。そこんとこよろしく。ちょっと LINE の通知が来てしまいまして、ちょっと大変申し訳ございません。あたいは 31E の大島よずは、よろしくと言いたいところだけど、特に戦う気もないし、ゴロゴロしてたいんで、あんまり構わないでね。おんびりさんですね、かわいい。私は 31E の大島ニーナです。読者モデルだった、私はこの体が資本、怪我だけはしないよう頑張ります。大島ニーナちゃん、はじめまして、 31B の青いエリカです。という感じで、青いエリカちゃん、黒沢真希ちゃん、四つ葉ちゃん、エルカちゃんたちが出ました。レビューを書いて応援していただけるとあげめになります。レビュー書こうかなと思うんですけど、ちょっと今度書こうかな。フレンド機能とかね、実装されたりとかしたら嬉しいかなって思うんですけど、こんな感じでございます。増えたのが、新しい順とかって並び替えれたかな、これ入手、ほい、これでこうしたらいいかな。うん、今出たキャラがこちらの10体が増えております。で、昨日リリースガチャ、10連の方引いたんで、ちょっとまた増えてるんですけど、あと1日1体無料ガチャと最初のね、チュートリアルの方で引いたものとかいろいろあるんですけど、ちょっとこんな感じでヘブ版の方ね、たまにガチャ引いていこうかなと思いますので、見ていただけたら嬉しいです。ヘブ版やってる方ね、よろしければチャンネル登録、グッドボタン、やってない方もね、ぜひぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。ヘブ版すごく面白いので、ぜひぜひやってみてください。結構盛りだくさんでね、なんかやることがいっぱいあって、プリズムバトルとかダンジョンとか、イベントの方もね、来てるんですね。これ今日からですね、これなん、どうやったらできるんだろう。第一章クリア済みで、イベントの方も今日からできるということですね。あと、交換所ってのが来てますね。メダルを集めて交換しましょうみたいな感じ。はは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 。なるほど、なるほど。ちょっと、イベントの詳細とか見てみようか。11時から、今日の11時からですね、マリちゃんが活躍する期間限定イベントが開始されます。イベントプリズムバトル、イベントダンジョンと交換場ですね。プレイ条件が第一章クリアということで。第一章クリアまでね、結構かかるので、お早めに進めることがいいですね。これ、おすすめしますね、これ。私まだ第一章全部クリアしてないんですよね。多分、そろそろクリアするんじゃないかな。デイ、デイいくつまであるんだろう。まあ、12日まで来てるんだけど、もう結構それでも長いなっていうボリュームなんですよね。で、イベントやると、クォーツがもらえたり。っていう感じですかね。あ、スタイル30周集めましたね。
ということで、ヘブンズバーン、ん?ヘブンバーンズレッド、ヘブンズって言っちゃうね。ヘブンバーンズレッドの動画でございました。